です。さあ、ヒロさん、はい、今日はなんと久しぶりの球場です。球場だな、はい、本当な、いい球場だな、はい、ようやく 100m、うん、ということは、はい、やりますか。何、ホームランチャレンジ、どうぞ。本当にあるの？本当にあります。じゃあ前に行ってください。本当に飛ばないよ。村上じゃないんだから、村上が。村上の打ち方して掘り込みますよ。そうだよ。ちょっとな、村上の打ち方か、はい、他真似できんもんな。清宮とか、いや、清宮はあれはね、腰が伸びきってるから飛ばないんだよ、俺じゃ。村上だな。ワンバウンドでいかないじゃん。なんか危ないとか何にもないもんね、あいつ。あいつもクソも。もう来ないじゃない。ちょっと待って。アゲンスト。はい。あ、いい。あ、いい。あ、いい。上がらない。上がらない。打球が上がらない。上がらない。打球が全然やんか。おっ、おっ、いた。おっ、いた。なんかあいつもクソもない取り方しゃーって、ほんま。ワンバウンドでいかない。もうちょっと狭いとこ取れや。ほんまに。はい、いった。気持ちいいね。感触は手に残ってた。素晴らしい。一生走るのも大変。
ありがとう。素晴らしい当たりでしたね、神さん。まず力残ってたな。はい。どうでした？どうでした？どうでしたって？はい。まあ、ポール際だったからよかったな。ちょっと膨らみがあるとこはちょっと力が足りなかったけど。はい。まあ、あそこ狙い打ちやな。狙ってました。ね、もうもちろん狙った。打った瞬間やっぱ手応えは。あ、まあ、だから分かるような手応え、残ってた。現役の時もパーンっていったら、はい、感触残るやん。はい。その感触は残ってた、ちょっと。その勢いと、はい、打った瞬間の勢いと、はい、伸びていく感覚、これはいったと、った確信したと、そういうことも言えるな、はい、いよいよ、はい、巨人との連戦が続きますけども、はい、ファンの方々に向けて、うん、この横浜のファンの方々に向けて一言、いや、僕は巨人を沈めますよ、頑張ります、まあ、謙虚に言っとったらいいかな、やっぱりな、口は災いのもとって言うし、はい、まあ、巨人さんに胸を借りるつもりで、はい、まあ、頑張りたいと思いますよ。楽しみですね。何が？あ、神さん、あ、さん、楽しみにしてくれてんの、はい、楽しみです。現役ドラフトもありますから、はい、ビシュがどの球団に入るか。あ、俺、ドラフトかかんの？なんだよ、ホームラン打ってて、何人、はい、そうなんだ。そうなんですよ。ああ、あれはメジャーじゃん。今ね、ちょっとメジャーはちょっと行く気はない。今はね、まあ、それだったら台湾の楽天のチームに入ろうかな。そう、理由は？チアが可愛いという。なんか、チアが可愛い、まあ、そんな嘘嘘。はい、まあ、メジャーでもね、はい、行きたいけど、はい、まあ、西海岸がいいな、俺は。あったかいところの方がいいから。じゃあメジャーの入り口で、大選手と。まあ、やっぱりピッチャーとバッターだから、ちょっと対戦したい。160キロをちょっと打ち返してみたい。ポール際に引っ張って。あ、ありがとう。ありがとう。みんな応援ありがとう。ワンバウンドでいかない。もうちょっと狭いとこ取れや。これ限界やで。これさ、編集でさ、つなげようよ。真ん中くらいから打って、掘り込んだ映像を足して、ホームランの真相はって言って、実はこういうイカサマしてたって。ああ、一回それで撮ってみよう。そうしよう。じゃあ、ちょっとじゃあ、中から撮りましょうか。はい、いった。どうですか、今日のホームランは。いや、気持ちいいね。感触は手に残ってたよ。素晴らしい、はい、巨人との連戦が続きますけども、はい、この横浜のファンの方々に向けてちょっと一言。いや、僕は巨人を沈めますよ。頑張ります。スカウトが来てます。こうね、ニューヨークメッツから来ますね。あれはメジャーじゃん。メジャーはちょっと行く気はない、ね、今はね、はい、まあ、それだったら台湾の楽天のチームに入ろうかなって。理由は？チアが可愛いという。なんか、チアが可愛い。ありがとう、みんな応援ありがとう。